はい、ステップメール構築合宿参加いただいた皆さん、今日はどうもありがとうございました。後ろにまだ若干皆さん残ってますけど、これが改めてね YouTube でお届けできるとことをですね、僕は嬉しく思ってます。1日半ですね、一緒に学ぶことができて、僕もすごく勉強に逆になったし、あ、僕のステップメールこうした方がいいなとか、逆にアイデアも浮かんできましたし、なんか何よりね、皆さんと一緒のね、寝食ともに24時間、もっと言うともっとですかね、24時間以上一緒にできたことがすごくいい思い出というか、楽しみになりました。で、皆さんにですね、1個僕メッセージするのを忘れてたので、このメッセージをねお届けしたいなと思います。まずですね、そのなぜこのメッセージを届けるかっていう理由から話していきますけど、そのメルマガってのはやっぱ人の心を動かさなきゃいけないわけですよ。というと、人の心がわからないといけないんですね。はい、というと鈍感じゃダメなんですよ。だからここ書いてありますけど、この感受性を向上させてほしいと思います。はい、で感受性を向上させる劇的な方法っていうのが一つあるんで、皆さんに紹介しておきますね。これね、マジそんなことみたいな話なんですけど、ファッションに気を使いましょう。はい、ファッションに気を使いましょう。ファッションに気を使い出すとですね、藤本さんがすごいおしゃれじゃないですか。はい、っていうと多分藤本さんの感受性が高いはずなんですよ。でなぜかっていうと、ファッションに気を使うってことは、ファッション自分を褒められたいわけですよね。藤井さん今日も黄色なんか素敵ですねとかって言われたいじゃないですか。はい、で僕は確かに言われたいし、あ、藤井さんこう髪型のパーマ素敵ですねとかって言われたいわけですよ。でファッションに気を使い始めると、たまにそういうこと言われるわけですね。その時が一番の成長の時で、あ、こういう思考の枠組みが広がるんだとかっていうのがあるので、ぜひね、ファッションの高いものを買えとかって言ってるわけじゃなくて、ユニクロとかに行って、やっぱりきれいめなね、服装とか印象のよく見えるような服装を心がけてほしいなと思います。高いものを買えっていうわけではなくて、自分で何を買ったらいいかわからないっていう時は、ぜひ店員さんに聞けばいいです。はい、こういうのおすすめですよって言って勧めてくれますから。ですからファッションに気を使える人は基本的には感受性高いですから、はい、いろんな意味で空気も読めますしね、まあ、読めない人も中にいるかもしれませんけど、今までと違った自分になるっていうことで言うと、申し訳ないですけど藤本さんよりもおしゃれな方はいなかったっていうね。はい、で、おしゃれに気を使う、これは何歳あっても一緒です。はい、例えば、50歳とか、に近い方でもね、ちょっと急に若返ったら、あれどうされたんですかと、すごい若々しいですねって言われたら単純に嬉しいじゃないですか。はい、なので、そこのとこにそのメルマガの人の心を動かすヒントって絶対あると思っているので、最後ね、ファッションに気を使ってくださいっていうのをメッセージしたいなと思います。はい、ということで、明日からですね、18日提出期限になってます。第1話ですね、第1話、さっき寺澤さんからですね、PDF ってどうしたらいいんですかっていうふうに聞かれたんですけど、そのレベルかと正直思っちゃいましたけど、まあ、むしろ言いますけどね、はい、要は何でもいいです。まず行動することは大事なので、もう全然何もわからなかったらもう直チャットでもいいので、第1話僕にすぐください。はい、あと30日間のメールマガジンね、実践講座、実践講座って言っても何か言うわけじゃないんですけど、お互いがみんな、ね、メールアドレスを登録し合ってるはずなので、毎日ねメールマガジンを出すことによって、いろんな仲間からね反応がもらえたりとかもしますし、これをね癖づけていくことが大事です。まずはその書くことが大事なんで、内容は大して気にしなくても大丈夫です。はい、30日後にはですね、全然違った自分になってるはずなので、僕もね毎日できるだけっていうか、絶対に30日やりますんで、はい、今1月4日から毎日書いてるんで、絶対頑張ろうと思います。一緒に頑張りましょう。ということで、皆さんまたお会いしましょう。お疲れ様でした。